はい、今日もなざと百姓天国。本日は2022年じゃない、年明けたんだ。23年だ。23年1月8、8まで来てもらいますね。さあ、もう夕方ね、日が落ちる前に帰らんといかんのですけど、最後ね、ハウスを閉めて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、汚らせた。よいしょ、ハウスを閉めましょう。寒っ。いやー、足が痛くてね。さあさあ、最後ハウスを閉めて帰るということなんですが、よっこらせ。うん、今朝見たらポツポツね、こうやって、何でしたっけ、スティックセニョール、茎ブロッコリー、そしてワーサイの2番手ね、白菜の2番手あたりがね、こうやって出てきてますので、上を外してね、はい、そのままにしておくと、徒長し、ね、ビョーンと徒長しちゃうので、できるだけ早く外してあげてね。はい。で、こういうふうにね、前も話したと思うんですけど、乾いてきますね。これだいぶこうやって乾いてきてますよね。はい。こうなってきたら、そろそろ、水を少しさらってあげてもいいかもしれないですね。はい。その辺をこう様子見ながらね。で、ある程度こうやって乾かせながら、やっていく感じになりますね。これでもまだやらなくてもいいですね。無理やりやらなくても大丈夫ですね。夜冷えますんでね、一応こうやって二重にして、よっこらせと、で帰りますと。で、朝来てまたね、剥がして日当ててというの感じですね。こうやって徒長させずにね、ある程度なんていうんですか、意識してね、寒さに当てていくっていうね、保温プラスね、寒さにも当てつつみたいなね。で、特に日中はね、必ず日を当ててくださいね。はい、ということでこれで帰れます。よいしょ、足が痛い。それでね、よいしょ、よっからせと。この間ハウスね、こちら側の、このレントハウスじゃなくて、こちら側のこっちの、このハウスね、に、紐掛けしましたよね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。で、このハウスね、今年どんな風にやろうかなと、どんな風に使おうかなって、まあちょっと試案してるんですけどもね、結構、奥行き、で、30メートル弱ぐらいね。で、幅が3軒ね、5.4 メートルという、まあ、よくあるサイズのハウスですよね。で、半分をね、ここせっかくこうやって、もう水道が引いてありますので、水がね、こうやって、シャワーが、なんていうんですか、もう、敷かれてあるわけで、その、水のね、水道管多分、敷設作業が終わってるわけですから、あ、水が出るんだってことでね。なので、この半分をね、秋冬の育苗をね、もう一つの方ではどうしても小さいので、秋冬の育苗はね、どうしてもやっぱり、ある程度空間っていうかね、そっちの今のね、育苗のところでもいいんですけど、そっちだとね、やっぱどうしても春夏はね、あったかくしたいので、ちっちゃくてもいいんですけど、秋冬は逆にね、こうやって大きいハウスで風が抜けた方がいいんですよね。なので、ちょっとね、秋冬は、いい苗を作りたいってことであるならば、ここを利用しようかな、という形で、春夏と秋冬とね、もう分けちゃおうかな、というふうにね、はい、思っております。ただ、そんなにね、大きくはいらないので、この半分はね、育苗で使って、こっから奥のこの半分は、さつまいもね、さつまいもの苗ですね、を、オーガニック後期の畝を立てて、それでね、ベニアズマ、ね、から始まって、ベニアズマの、芋をまだ持ってますから、それをね、ここをさつまいもの、伏せ込んでね、苗床にしようかな、というふうにね、考えております。はい。っていうのはどうかなと思ってね。はい。一応こうやってね、ここもオーガニック不耕起のこう、畝を立ててね、それで、この、3月ぐらいに伏せ込んで、5月ぐらいにね、苗をちょきちょき切るみたいな、そんな感じになると思いますので、それでまあ、夏以降どうするのかなって言って、ただそのオーガニック呼吸、それを使いながら何かね、
有効活用できないかな、せっかくハウスですからね、それもまたちょっと別に別途考えていこうかなというふうに思っております。はい、パイプもね、これあのセンター、このセンターとここの間のこの2本は私が補強しましたんでね、はい、ということでございます。まあ今年はね2年目なのでね、本格的な感じでね、まあちょっとこういろんな動きの中でね、どんな風にやっていこうかっていうね、いちごとアスパラをやろうっていう風にねずっとね言ってたんだと思うんですけど、ちょっとかかれないですね。その今年はその講座があったりするのでね、まあだから一応まだ視野には入れてるんですけど、まあアスパラなんかはね、あの植えて10年なので、でまあまだこの場所自体がね、きちんとその契約がまだ僕自身とそうこういう形っていうのがまだできてないので、はい、その辺もちょっとおいおいまだ時間がかかるんですよね、この場所自体がね。ただもう見切り発車でやっていくしかないので、はい、ということでございますね。アスパラ一回植えちゃうと10年ね、はい、あのもうあの植えっぱなしなのでね、せっかくイチゴもそうですけどもね、もしイチゴやるって言ってもね、やってもいいんですけど、こう撤退ということにもしなった場合はね、ということで、まあまあちょっと様子を見ながらね、だからもうちょっと時間かかるかなという感じですね。だからまだやっぱり2年目ぐらいだとね、ちょっと流れが見えないかなという感じですね。よいしょ、はあ、寒い。さあ、そういうことで、今日は1月8日、明日まで休みなんですか、世間はね。そうですか。はい。いやまあでも、じゃがいもね、こうやってね、先にあの前半戦頑張っておけばね、あと楽なので、おそらく1月、この予定だと1月20何日ぐらいにはもうじゃがいも終わっちゃうので、で2月入ったら、今度はもう里芋ね、里芋の方はね、がっつりちょっと量を増やしたいので、で、 できればね、研修生の人に教えながら、研修生の人に中心にね、がっつり里芋を伏せ込んでほしいなというふうに思っております。もしこれ聞いてくれてたらね、研修生、1号、2号のお二方ね、今年の里芋は半分以上お二人にやっていただきたいと思いますのでね、いや、もちろんやり方を教えますから、ね、頑張ってよろしくお願いしますね。私今、ジャガイモやっておりますんで、ヘロヘロでございますんでね。はい。ということで。はあ、気づいたらもう1月8日、もう1月3分の1ですよね。早いですね。本当にあの、いつも言いますけどもね、もう油断すると今度はもう年末ですよ。あれってね、春と夏、秋はどこ行ったんだみたいなね、気づけばもう真夏になって、で、気づけばもうまた年末ですよ。で、またね、今日もあなたとって言いながら2024年とかって言ってるわけですよね。本当に恐ろしいですよね、この仕事はね。普通のお仕事の人たちってどういう感覚なのか僕にはわからないですけど、やっぱり僕らみたいにこうやってね、季節に追いまくられてね、絶対に季節より前に出ることはできないですからね、僕ら百姓と仕事はね、必ずこうやって追いかけられてね、追いかけられまくるというのがね、この百姓仕事でございまして、まあしょうがございませんが、はあ、あ疲れた。今日は湯船に浸かろうと思います。でストレッチもやろうかなというふうに思っております。それではまた。